さあ、ということでワイプが来ましたので、また一からサバイバル始めていきたいと思います。めちゃめちゃ原人いるやん。みんなここで湧いてんだな。ちょっと人いすぎるんで、マップの内側目指そうと思います。え、マジで一斉にここで湧いてるわ。で、ワイプからですね、10分後ぐらいなんで、今みんなちょうど、入ってきてるって感じではあるんですけど、まあ、今シーズンはね、今月のアップデートで、ま、やめて。マジでやめて。そう、アップデートで変わった岩場に住みたいんですよね。まあ、なんで、岩場ちょっと見つけたら、そこに拠点立てたいんですけど、まあ、この辺はもう多分すでに、取られてそうではあるから、ちょっと遠くに走ろう。まあさっきね、マップちらっと確認した感じ、この辺の海岸はめっちゃ人気になりそうなんで、まあ違う場所行くんだけど、すごい左手は雪原っすね。いや、言ってまだ人多いな。まあこの辺初期分けじゃないと思うけど、同じように考えてる人たちが、こっちに来てると思うんで、まあそうだな。とりあえず、全焼基地近辺目指そうかな。今回。マジで近づいてくんなって。怖い怖い怖い。うわ、なんかすげえワイプって感じすんな。みんな原人で横並びでスタート。まあちょっと全焼基地近辺行くまでは、まあ資材は取らないでおこうと思います。とりあえず走り続ける。やばい、ちょっと待って。そんなこと言ってる場合じゃないかもしれん。自転車乗ってるやついいんだけど。ベル鳴らして、のんきだな。あ、でも全焼基地見えてきたぞ。やばいやばい、列車来た。あ、でも、目指してるやつ結構多いな、これ。みんな全焼基地方面走ってってる気がする。叩き始める。うわあ、でも死体とかもあるのか。気をつけた方がいいっすね、これ。うわ、いっぱい人いますね。で、なんか瞬間移動してんだよな、敵。俺が重いのか、これ。白石を木材に変えました。まあ、とりあえず、まずどっかにシェルター置きたいって感じですかね。で、なんか、建築できそうな岩あるぞ。一番近い場所どこだろうな。ちょっと離れてますね。建築できる場所は。あ、この辺建てれる。え？そこの岩めっちゃ良かったぞ、今見たら。いや、でも絶対取られるだろうな。すげえ足音してる。戦ってますね。いや、あそこ絶対取られてるよな。やばいやばいやばい。クロス棒で撃ち合ってる。いや、無理だな、多分。とりあえず布銃欲しいっすね、これ。いや、あれマジでめっちゃいい岩やん。寝袋置くか、これ。しかも全焼基地も近いしな。1000% もう防具弾置かれてるな。寝袋行って、違う場所ちょっと目指すか。でも一回行ってみる？さすがに取られてると思うけど。待って、これ取られてないんじゃない？お？うわ、足音すんな。上乗られてるな。これでも絶対建築しようとすると殺されるわ。お、見張りが向こういたぞ。今のうちだったら建築できるかもしれん。
でも建築中に殺されるなんて全然あり得るからな。理想の建築できるかわかんないけど、とりあえず建てに行く。マジで急げ。いやー、これどういう風に建てようかな。ボグダの置けるかな。まあ、構造はちょっと後から考えよう。とりあえず、ここ取れたことに意味がある。よし。結構拡張もしやすそうだしね、これ。で、この辺の白石は全部叩こう。取られる前に。ここで戦い合ってた人は取らなかったんだな。違う場所に建築しに行ったのか。多分3、4人組で、もう絶対囲うのかと思ってたけど。よし。もう石強化しちゃいます。ドラム缶とかも全然開いてないかな。まあ、まだレイドはされないと思うけど、とりあえず扉を金属に変えたい。あ、いいね。この辺、川沿いなんだ。めっちゃありがたいわ。で、しかも、まだあんま人が来てないからか。すげえかぼちゃ手に入る。まあな、だとしてもあんま布がないんだよね。布欲しいんだけどな。まあ全焼基地を中心にぐるっと回ってみたけどね。一つもないんだが、ドラム缶。原油のドラム缶しか湧いてないか。まあでも、原油取って、それを、まあ、製油所で焼いたら、いてててて。まあ、かまどとかは作れるかも。わー、金属ブレード落ちてった。廃材の包丁。うわーこれ。ジップラインないのか。え、湧き直し早くない？弓ゲットした。熱すぎるな、これ。あ。いや、初動の鉄塔ありがたすぎる。槍が刺さってた。いや、絶対製油所使ってるやついるよな。お、いない？よし。いや、バリケードカバー、リサーチしていきたいですけどね。まあ、歯車分解したくないな。よし。いや、マジで、絶妙な距離感にあるんだよね、あの岩。だから、結構狙われやすい気はしてる。マジで強化急がないと、速攻で壊されそう。で、最初はね、囲うために、まあ、工具棚すぐ置きたかったんで、1×2 にしたけど、ちょっとね、どっかのタイミングで建築し直す可能性もある。ということで、かまど回していきます。一応他の人たちはレシピある状態で、自分はレシピないんで、まあ、スクラップ集め頑張らないといけない。で、まあ、せっかく弓持ってるんで、道路沿いの敵倒しに行こう。うわ、鹿狩りてえな。え？攻撃してきた？で、ポンチを作ります。おお。
まあ気を取り直してちょっと道沿い行ってまたドラム缶割りだな。わ、鉄塔またドラム缶沸き直ししてます。あいつ殴り殺せないか？それダメ食らわなかった？マジか。忍者嫌がる。殴り殺す。でもなんか持ってんだよな。あれ何？待ちやがれ。うい。やばい、弓持ちが来た。んで、鉄塔に湧いてた、原因のドラム缶、割りたい。は？で、マジか。全焼基地あと3秒。思ったよりも全焼基地近辺人いるんだな。これスクラップ集め相当難しい気がしますね。まあ、なんで他の場所から、まあ、資材持ち込んだ方がいいかもしれん。多分あの近辺マジでドラム缶も叩けないし、箱とかも100%開けられないわ。うわ、メイスか。殴り勝ってないな、多分。俺は2、3発入れなきゃいけないけど、多分あいつ、一発で俺のこと殺せるんで。やばい、来てる。うぜ まあ一応いい場所、建築できたはできたんだけど、それ以後全然進められてないな。まあ夜の間、道沿いとか漁ってはいたんすけど、あんまり集まらなかったな。まあ人いすぎて、ドラム缶とか箱とか本当に、稀っすね、湧いてんの。いや、ここあるのありがたすぎるわ。パドラする。はいや。ピング差めっちゃあんだ、これ。豆缶グレネード出たぞ。いいね、いいね。歯車はもうめちゃめちゃ集めたい。多分あの岩場拠点、ガレージですげえ固めるんで。まあリサイクラーこれだいぶ時間かかりますけどね。分解していく。ということで、いろいろと分解したつもりではあったけど、スクラップ88しか集まってない。ニールガンクラフトしよう。マジ帰宅。やっとまともに資材集められた。ここの道沿いのドラム缶割ろうかなと思ったんですけど、ここマジで湧かないな。え？この辺マジで全然ドラム缶ない。お、そこの道沿い湧き直ししてますね。いやーこれラットタウン入っていけたらな、なんか箱開けれそうではあるんだけど。うわ、やべえ、なんか狙ってたぞ。うわ、ラットタウン入ってるかな。まあ、ちょっととりあえず持って帰ろう。あの人ラットタウン回ってた人だ。無事帰宅。かまど止まってんの。いろんな部品系を分解しようと思います。クロスボウもクラフトします。回してるか。かまどをもう一つぐらい作りたいですけどね。リボルバーとかセミオートピストルとか持ち始めてる人いますね。で、多分ラットタウン入れるんで行きましょう。いやー、2ベンチぐらいは設置したいんですけどね。まだスクラップ180ぐらいしか集まってないからな。は？いやー、剥ぎ取るものがね。
1箱目。あ、上湧いてたの今。2箱目。ん、まあ、ちょっとすんね。あいつ箱取ったか、もしかすると。一発当ててる。ちょ、追いかけよう。で、今、ラットダメめっちゃ食らいながら走ってるかも。え？ラグくない？湧いてる。熱い熱い熱い。誰もリサイクラかけてないよな、俺。かけていこう。ん？やべえ、人来たかも。怖すぎ。ん？え、この上めっちゃ湧いてるぞ。一回持って帰ろう。いや、ラットタウン熱いな、これ。で、やっぱ全焼基地のリサイクラ遅いし、まあ、スクラップもそんな増えていかない気がするから、なるべく、え？いや、戦ってもいいけどな。でも、スクラップ154は持って帰りたい。え。めちゃめちゃ矢放ってくるやん。何人で追いかけてきてる、これ。無事帰宅。分解に結構時間かかるけど、回していく。安全なんでね。いや、まあでもスクラップになる量やっぱ微妙だな。この近辺に、まあラットタウンの他にパラボラがあるんですけど、そっちの方行ってみるか。無事帰宅。ちなみにあとスクラップ160ぐらいで500たどり着くんで、まあワークベンチレベル2だな、作りたいのは。もうまたたげられたんだけど。ええて。え？トンプ持ち？いや、パラボラやばいかもな、これ。ま、でも、ちょっと置くかわか。ん？武器ボックス湧いてる。いや、蒸気マジでいらん。ドラム缶割りまくってリサイクラかけたらいかないかな、スクラップ130。リボルバーの銃声もしますね。めっちゃ重なってドラム缶湧いてんだけど、何これ。急げ。持って帰ろう。まあでもスクラップ110だった。武器ボックス。マズルブレーキ。まあでもパラボラあんま人いないのかな。取られてなかったしね。これは結構いい情報を得れました。無事帰宅。扉を付け替えまして、で、スクラップ486だったり、2ベンチクラフトに必要な資材を持って、今から全焼基地向かいます。この向かってる間に殺されたら終わる。まあでも最初の方結構全焼基地近辺に人いたんですけど、いい感じに散らばってくれたかな。まあ、道沿いとかも漁りやすくはなりましたね。
ということで、2ベンチクラフトしていこう。ちょっと明るい夜ではあるね。あの、一回も絡まれたことはないからな、こっから拠点まで。大丈夫だと思うけど。よし、無事帰宅。これ、岩に合体しすぎか？オッケー。よし。ということで、今回からね、新しいサバイバルスタートしたんですけど、まあ、岩場に拠点立てたくて、結構いい立地で、まあ、取ることができたんで、まあ、いいスタートダッシュ切れたのかなと思います。まあ、でもね、サーバーちょっとラグかったり、ピン差あったり、まあ、FPS もね、場所によっては相当下がったりするんで、まあ、戦闘面心配ではあるけどね、まあ、今シーズンも楽しくやっていきたいと思います。